来年4月 JR 高松駅周辺に開校する徳島文理大学新キャンパスの上棟式が行われました。再開発が行われている JR 高松駅周辺でおととし4月から建設が進められてきた徳島文理大学高松駅キャンパスです。上棟式では長さ7メートルもある最後の鉄骨がビルの頂上付近に組み上げられました。高松駅キャンパスは地上18階、地下1階の学部棟と図書館と体育館が入るホール棟があり、語学部10学科、3研究科の学生が学ぶことになります。この高松駅一帯をこう学生さんが賑やかにするというふうな形で町のこう活性の一助を担うような存在になりたい。讃岐市のキャンパスから学生と職員1500人が移転する徳島文理大学高松駅キャンパスは来年4月1日の開校予定です。